サクラマス、ヤマメヤマメは、酒も草ケ科に属する魚であるサクラマスのうち、公開せずに、一生を河川で過ごす、河川残留型の個体のこと。北海道から九州までの川の上流などの、冷水域に生息する。ヤマメは、北海道、東北地方の一部では、ヤマメとも呼ばれる。また、九州の一部の地域では、ヤマメとアマゴを総称して、エノハとも言う。 二年魚でも全長は2 0トルほどにしかならないが、ダム湖などに降り再び遡上してくるものは4 0トルに達するものもいる。周期に河川上流域の主に本流の砂歴室の河川に産卵床を形成し一原200粒ほどの産卵をするので保護を目的として漁協や県などの自治体などが管理する河川では10月から4月頃までが、 近畿期間となっている。新潟県での回帰率は0.03%と推定されている。天然での分布域は本州の関東以北の太平洋岸と日本海、川前域、瀬戸内海に面した九州の一部地域に分布し、雨ごと分布が分かれている。しかし、近年盛んになった放流により分布が乱れている。対側には青色のパーマークが並び、 全長を40センチメートルくらいまで成長する。神奈川県は太平洋岸の天然山メの南限とされている。静岡県はアマゴの分布域と言われ、一部の地域では混在しているものと考えられている。山メ域にアマゴ、アマゴ域にヤマメにが放流され、両者は容易に交配してしまい、神奈川県や山梨県内では、 ヤマメとアマゴの中間的な魚も発見されており、分布域は曖昧になりつつある。ヤマメ。縦方向の色の濃い楕円形模様が、パーマーク体の側面に上下に長い、この葉、小判状の反紋模様があるのが特徴で、成長とともに次第に薄くなり、30から40センチメートルクラスになると一般には、サクラマスのような銀色に近い魚体となるが、 熊本県の沢においては大型ながら、紅れないを残した巨体が地元の釣り人に確認されている。また、下北半島の大畑川には、杉の子と呼ばれる普通のヤマメと比較すると、体色が濃くて青緑色を帯びており、パーマークがやや小さいヤマメが生息している。通常ヤマメは岩ナよりやや下流に生息するとされるが杉の子は、岩ナよりも上流に生息している。 生息上限温度は、摂氏24度で、摂氏24度で餌を食べなくなり、摂氏26度で死亡する。繁殖期になると、体全体が黒っぽくなり、薄い桃色から濃い紅色までの婚姻色が、体側からヒレなどに不定形に現れる。公開型個体は産卵活動を行うと死亡するが、河川残留型個体は死亡せず、翌年2回目の産卵を行う。 川サバ上4匹川サバ、下から2番目イワナ、1番下山目イワナと同様、現在一般に各地で見られる山メは、その多くが養魚繁殖魚を放流したものであり、これがその地域に本来生息していた個体と根結し、純粋な地域型個体が残っている河川は、かなり少ないと考えられている。山メの生息域にアマゴ、あるいはアマゴの生息域に、 山メが放流されたために、山メとアマゴが置き換わってしまったり、山メとアマゴが、交雑しアマゴとヤマメの中間的な魚が生まれ、雑種が生息している地域があり、問題となっている。本来イワナとヤマメは、イワナがヤマメより、上流に、ヤマメがイワナより、下流に住むと生物学の住み分けでも一例として、紹介されているが、近年は包み等により、 生息場所や産卵場所が限れたり、岩菜きと山芽木関係なく、両者を放流するなどが原因とみられる岩ナと山メの交雑個体、川サバが見られる。川真珠街の妖精が、エラやヒレに突き移動する。食べ方は、小さなものは内臓を除いてそのまま唐揚げに、酢に浸して酢漬けで、大きなものは塩で身を締めてから塩焼き、その他、 癖がない味なので大抵の料理にできるが、寄生虫がいることがあるので生では食べない方が安全。宮崎県三股町のシャクナゲの森では養殖したヤマメの卵を特産品として販売している。販売する卵は、その色合いから黄金イクラと名付けられている。水域によって異なるが、イワナなどと共に産卵期間の10月から翌年2月から4月頃までを、 中心に資源保護を主目的とした禁漁期間が設定されている。漁法とともに捕獲可能な体調の政権がなされている場合もある。生成塾が進んだ河川残留型のメス河川の漁業権を持つ漁業協同組合の指定のもと入漁が認められている。渓流釣り本流桜増釣り参考画像村上康成著 徳間書店管轄自治体では山メを自治体の、魚として指定している。参考文献、岩月、Y、T、稲の、海田中 &K 田奈原、2019 the Most、The Sazan Must Population of Anchorin Cas m a s o l m a s o l From Kyushu Island, Japan and Gross Genetic Structure of the Old. マソコンプレックスフロムザノースウェスタンパシフィック。ページーズ101118。イングイ、JC、Y、T、C&CP、バーチ、ザプロシーディングスオブザ、インターナショナルシンポジウム、オンザハンドレスアニバーサリーオブザディスカバリーオブ、フォルモサランドラクトサーモン、台湾オーシャンユニバーシティープレス、岩月ゆき田中ふみや、稲野としな関信吾、川島直成。 2020、サクラマス類似主群4アシュにおけるサイタクロム B 全域解析による6つの遺伝グループの生物学的特性と地理的遺伝系統。Nature of Cavo 島475から16。ありがとうございます。